本日は12時からのサマータイム連打の1本のみを実況していく枠となっております。今週が第12話血の夜でございますね。これまで食事と称し昼子様に死んだ人を与えてきたと語る宋の妹時子。昼子様とは夏祭りの日人ヶ島神社に現れた大きな影がお母さんと呼んだ着物の少女ハイネのことだった。時子は影を操り新兵たちの計画を阻もうとする。そんな中大きな影が現れて美代を人質に取る。大きな影は新兵を生かしながら夏祭りの日を迎えることを目論んでいたということでございますね。先週ねこの洞窟の中に時子さんが現れてなんで時子さんがいるのっていう感じだったんですけど、時子さんは、昼子様ねハイネに、死んだ人を与えてきたとそういうね役割なんですね。なるほどですね。ハイネが、影のボス的なね存在のことは、なんとなく分かってはいたんですが、大きな影の目的ですね、ここが、新兵を生かしながら夏祭りの日を迎えると書いてありますね。新兵は、死んでしまうと時を遡って、やり直すことができると。もちろんその死んでいい回数にも限界とかはあるんですけれども、少なくとも死んでしまうと今回の記憶を保持して次の世界はこういう風に変えようっていう感じで新兵くんの手によってこの影にとって不都合なね世界になってしまう可能性もあるということで、新兵くんを生かすことを考えているというわけですね。なるほど。これね影側もちゃんと新平くんのこのタイムリープの能力を理解してそれを使わせないようにしてるっていうのがねやはりなかなか高度なね情報戦というか戦いになってますよね。大きな影も登場するということで、影側のね重要なキャラクターは全て揃いますし、サブタイトルもね血の夜ということでかなり不穏なサブタイトルになっておりますので、もしかすると今回のこの集会はここで終わるのかなというか、新平くんとしてはもちろんね死ぬまでいろんな情報を集めたいですけど、でも死なないといけないというねところはありますので、新平くんがどういう決断をするのかもちょっと楽しみですね。ということでいきましょうか。 AMX ですね。オープニングでございます。もしかするとオープニングは今週で最後かもしれないですね。結構朝香さんの CM も最近出るようになりましたが、ファーストオープニングテーマのねマカロニ鉛筆さんの星が泳ぐはねもしかすると今日は最後かもしれないので歌詞出しとこう。歌詞も見たいんだけど、このオープニングの映像に書かれてるね超重要な情報もね今見ればちょっとずつ分かってくる感じはあるんだよな。いやここのね意味がないなと君がいないととキリがねえなでこう韻踏んでるのもねめっちゃおしゃれですよね。いやほんとこんなサマータイム連打にぴったりの曲あるかなって感じしますよね。果たしてねセカンドオープニングセカンドエンディングがどんな感じになるのかは正直まだわからないんですが、情報出てますかね。作詞作曲がね、千代丸先生のことはすでに出ておりましてね、タイトルは夏夢ノイジーとねなっておりますので、エパと時子さんがハイネに協力している理由としては、土方家のお母さんっていう存在がいるんですね。そのお母さんを生かすために、そして、夏祭りの夜に全てが元通りになるからという前提で、宋くんが何も知らない中時子さんだけ一人で頑張ってるって感じだったんですな。でもこのハイネのこの純粋な感じがまたね怖くていいですよね。本当にこう自分のお腹を満たすってことしか考えてない、そこに悪意とかそういうものはなくて単純に自分の欲求を満たしてるって感じがね B パートです。エンディングでございます。ほんと花井くんの声かっこよかったですね。こういうタイムリープものにおいてのね主人公のどうしても救わなきゃいけない守らなきゃいけない人を目の前にした時のやっぱり決意のねシーンっていうのはねいいものですよね。リゼロだったりシュタケだったりっていうのもねありますけれども、いや花江くんのね新平くんの演技名演だったな。そしてね大きな影がいろいろ喋ってくれましたが、新平くんのこの右目に宿る能力、これに関して自分が経験した経験をレンダリングしてその上でタイムリープする。で、そのタイムリープのトリガーは、新平くん自身の死がトリガーなんだよという話でしたね。加えて、ハイネの力を持ってしても、新平くんのその能力を消すことはできない。それはこう、卵が先か、鶏が先か的なところの話で、円環の断りが、うんたらかんたらつってましたね。で、そこの卵っていうのが、牛尾ちゃんの影
と関連するっていう感じなのかな。ちょっとまたね、めちゃくちゃ情報量に溢れまくったね。おそらく第1クールこれが最終回なんでしょう。本当に貴重な情報がめちゃくちゃいっぱい来たけど、いやでも本当ね、どのキャラクターも見どころがあってね、トキコさんもお母さんのためにって感じだったし、何も知らないソウ君もね、トキコさんのためにもう一切の迷いなくトキコさんをかばい、ヒズルさんもちゃんとね、最後の弾丸一発ね、シンペイ君に当てるっていう、あの状況判断の速さもねさすがだし、見事隙を作って、でシンペイ君は古い石形病院から持ってきたね毒をしっかりと飲んでタイムリープを成功させるというね。さあ予告、友達、カタカナで友達って見るとね、ちょっと今期は友達ゲームを思い出しちゃいますが、友達か、どういうニュアンスなんでしょうかね。この作品のこのすごいところが、タイムリープをするごとに新平くんが帰ってくるポイントがね、まあ、ちょっとずつ先に進んでいってしまうという設定がある関係上、新平くんは死にすぎると新平くんが望む世界を作れるまで前には戻れなくなってしまうっていうところがあったんですけど、それを生かして今回で言うと根津銀次郎さん、そしてヒズルさんにね、こうタイムリープの話を説明するっていう描写すらなく、第2クール1話に5週目のねお話に行けるっていう、この構成がまた素晴らしいですよね。ということでね、まあおそらくこれで第1クール終了ということで、新平くんの秘密もそうだし、各キャラクターがね何を望んでどう動いてるかっていうのはちょっとずつ伝わってきたし、影に関する謎だったり、この島に関する謎だったりと、いろんな情報がね明らかになる素晴らしい第1クール最終回でございました。第2クールも非常に楽しみでございます。いや本当に名演も名演ですよね。もちろんね、こう新平くんのね花井夏樹さんの演技、ここがやっぱりこう最たるものって感じもありますけど、やっぱハイネちゃんをね、メインはクノちゃんだったり、一部ね、まあ、しおりちゃんの部分もあるから一部クギミーだったりというね、ほぼ二人一役っていう感じですけど、本当にこのハイネちゃんの純粋な欲望というか、悪意なくね人を食べるっていう感じがね、クノちゃんの声でよく出てましたよね。河瀬真希さんもトキコさんのお母さんのために感情を殺してやってるんだっていう感じ、その上で、まあ、影にね裏切られたっていう時のあの劇場のね声だったり、めちゃくちゃいい演技でしたね。あ、もちろんまあ日笠陽子さんとかはね、こうもう語るまでもなく素晴らしく、生瀬あんなさんね、めちゃくちゃ新人なんですけど、いやーね、まあ、牛尾ちゃん可愛いところもあればかっこいいところもある、そんなね、まあ、いろんな表情を見せてくれる牛尾ちゃんをね見事に演じております。いやーマジでよかった。原作読んでないからね、こう原作のこのシーンどうやって演じてくれてるのかなみたいなところを冷静に俯瞰して見れるほど見れてはないんですけど、でもやっぱりねこの心に訴えかけてくれるね素晴らしい演技を楽しめております。